お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もねクラッシュラルやっていくんですけど、まあマルチをやるわけなんですが、今日はねこちらメガナイトウォールブレイクをね使っていこうかなと思います。最近ずっとロイホグ使ってたんですけど、ボムタワーがね多いんですよ。ボムタワーホグとかボムタワーウォールブレイカーにもうね勝てないんですよね。本当に100点のプレイをしたもん、僕が。あっちが80点ぐらいのプレイをするだけで勝てないっていう、もう限界がねやっぱ感じるっていうところで、まあもっとね他の立ち回りとかあるかもしれないですけど、今のね僕では限界という部分がありまして、ちょっとねメガナイトオールブレイカーでやっていきます。なんか小物系というかね、なんて言うんだろうね、そのウォールブレイカーとかホグ系に対してこのメガナイトウェブだと勝てるんですよね。そう、まあでもその代わりゴレとか当たるとまあ無理なんですけど、まあ小物がちょっと多いんで、それにやっぱ勝ちたいっていうのでやっていきます。これでね、で多分前シーズンもこれをよく使ってて、前シーズンフィニッシュもこれなんですけど、多分その時ミニペだったんですよね。そう、前シーズンミニペだったんですけど、今有能でやってますね。まあ理由としてもやっぱホグとオールブレイカーに対して勝ちやすいからかな。あーやべえ、これディガーだけでよかった。普通にもったいないですね。気持ちもったいないで、ごぼうりなので、まあロイホグかロイジャイですよね。まあそんな感じですよね。これちょっと有能飛ばしていいんじゃね。ロイで受けないっすね。これタワー入るんじゃない。あー入んねえか。おじい、ビビドロ、あ、ビビドロ出た、やば、懐かしい。ってか普通にライトロイスね、ライトニング。おい、これでカウンターの、いやいいですね。でしかも多分タルババを相手は裂きたいと思うので、こっちにタルババを裂かせてからのエレキかな、メガゴか。あーまあまあまあ、ここね、まだ陸がエレキがない、コスト的に多分苦しい。いやでかい。そして、これを、まあ、コウモリディガーすると、エレキズッシャーンですね。エレキズッシャーンをさせればいいですね。エレキズッシャーンさせつつの、OK、ディガーで稼いでいきます。で、ロイジャイがね、メガライト自体、ロイジャイにはそんな相性は別にいいわけではないので、まあ、マスケにライトニング打たれたら、僕は相手のビビとかメガゴもね、なかなか処理できないっていうところで、まあ、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌な感じではありますが、勝ちたいですね。ごぼうり消えたので、メガナイトで来つつの、これね、ここがむずいですね。タルババ、エレキが多分そんな回んない説がある。これ行っちゃっていい。ギャンギャン行って、まあ、このロイジャイをここで早めに溶かしたいですね。あー、ウォールブレイカー1匹迷子。すごい迷子。オッケー。で、いや、一発入る。しかもランバーもこう処理しちゃって、これ多分行っていいっすね。気持ちザップまで打って、いや、しかも、ピピピピピピピランドー。いや、でかい。あれ？なんか、勝てそうだな。で、ゴブリンの檻があるので、飛ばすならディガーだけで、あえて位置をここに出していきます。よし。で、多分このマスキーね、ライト打たれるんですよね。そう、普通に。普通にライト打たれる、え、打たないんだ。ライト打たれるだけで、ちょっとやばいと思ったんですが、さあ、攻めディガーで稼ぎたいですね。これマスキがね、大事、マジで。マスキが大事、本当に。マスキが大事なんですけど、マスキ処理されて、やばい、待って、めっちゃ残ってる。やべえ。これやべえですね。しかも踏めない。これちょっとやべえが、なんか、ええ感じにベビがなんかいないので、ラッキー？ラッキー？オッケー、答えて、え、来た！危ねえ。いや、これでかいっすね。多分きついけど、結構ね、なんかサイクルがラッキーでしたね。よし、77ね。一旦77ですね。78はいけてないんだ、まだ。そう、78いけてないんでね。いや、行きたい。ホグ、別に絶対勝てるわけではないですし、オールブレイカーにも絶対勝てるわけではないんですけど、勝てる可能性がね、生まれますと。いうところで、あと新環境の情報がね出たんすよ。これがね、ボムタワーが下方、あとはなんかクエイクが若干変わる、まあそんな変わんないですけど、ボムタワーの下方がやっぱ一番でかいですね。あとはあとなんだっけな、4枚ぐらい変わるんすよね。いや覚えてね、1個ぶっ壊れ、あ、箱だ、デリバリーも下方されますね。シンプルにダメージか。で、ボムタワーも設置時間が、なんか、35秒から25秒になるみたいな感じですね。パンドラだ。よろしく？おっと。
よろしくですね。いただきましょう。ちょっと待って。いや、さすがによろしくですね。ザプチボス。トロ高えな。やりますね。ユーの、神技ですね。そう、神技が、まあ、日本で一番うまい人ですね、この人は。ワンチャンマジェチャ？いや、それうまい。普通にうまい。でも、タルババ咲いたので、リガーオールブレイカーするだけで、多分ね、きつい。いや、でもエレキ早いですね。いや、めっちゃ早いエレキ。で、まあ、メガナイトがあるんで、結構、ラムを飛ばしにくいと思うんですよね、相手も。ここは U ので受けつつ、はい、ピピピピピピで、多分 U の受けか？うん。よいしょ。気持ちね。気持ちたる。からのたる。で、もう一回同じことすると、多分エレキが降ってくるので、一回後ろから行きましょうか。一回後ろから行って、ここのマスケをタワーの、キングの横じゃなくてこっちから出すと、このマスケは別に放置しても、タワーにマジアチの貫通が入らないんですよね。で、これちょっと行っていいっすね。結構行くけど、普通に止まるか。いや、これタラババ転がしてよかったな。いや、でも入る。いや、でかい。でかい。そう、さっきめちゃくちゃ反応早くて、高めエレキが来てたので、それを読んで今、ね、U の追加とコウモリ追加で、行きましたが、さあ、いやー、怖いですね。まあ、ワンチャンそうなると思いましたね。タルババ咲いた、ディガーを咲いちゃったので、まあ、一回ウォールブレイカーでユニット咲かせて、マスケで回収。でメガナイト出しちゃっていいかも。で、ここは多分このラムを美味しくいただける？いや、めっちゃ走るラム。いや、でけえ、来た。これはね、刺さる。しかもこれ多分ザップ打ってバチコンですね。いや、でかい。これね、さてはめちゃくちゃ相性いい。これはね、しかもオートロになるので若干申し訳ないですが、しかもこれ踏めるんでね。で、多分マジアチャーで射抜きたいと思うんですよ、相手も。なので、タルパも転がしつつ、あ、クエイクなんだ。だからですね、途中もクエイク打たれてたっすけど、ヒーラー神器、なんか、ファイボ型とクエイク型があって、ファイボだったら、マスキにもファイボ打たれるし、ちょっとね、厄介だったかもしれないんですけど、クエイクがね、腐ってましたね。いや、でかいですね。マジ、環境にね、ちょっと戻ってるんですよね、このメガナイトが。なんか、前、全然、前結構いたんですよ。前メガナイトデビが結構いて、次方もね、今季最多。前結構メガナイトデビがいたんですけど、なんかめっちゃ減ったんですよね、急に。なんでだろう、なんでか知らないけど、今シーズンめちゃくちゃ減ったんですよ。なんでだろうね。いや、本当になんでかわかんないんですけど、五分折りが今よりめっちゃ流行ってたか、なんでだろうね、本当に。あ、ジャイスケラだ。ジャイスケラ。ジャイダクネダクピリのゴボリのヤナメユキのスケラがめちゃくちゃ流行ってて、それで、クロスだ。いや、これ勝ちて。それに勝てなくて多分減ったんですよね。なんで、もう今は全然いなかったんですよ。でも全然いなくて、一周回ってね、まあ刺さるんじゃねえって僕が勝手にね、使ってるって感じですね。レモンツリーは世界一クロスが上手い人ですね。で、遅延テスラクロスですね。いや、これ、僕の負けるパターンとしては、あれですね、ロケット削りですね。本当に多分相手のクロスが通ることはほぼない。まあ、ワンチャン通される可能性あるんですけど、うわ、やべえ、これ。うわ、最高だ、やべえ。うえ。いや、これ、普通にやべえな。普通にやべえですね。やべえ、なんか、やべえ、ウッド危ねえ、いてえ、メガナイト出せねえの、よくねえっすね、あそこで。マスケ入ってからのメガナイト間に合わなかった、間に合わなかったかな。あれ間に合わしたいっすね。で、このダメージでかいっすね。で、僕、クロスを直接壊すスペルっていうのがないので、中型呪文ね。やっぱね、防衛クロスをされちゃうわけなんですね。でも、この人たちは多分しないよ、なんか。せずに倒してきますね。うん。なんか、もう分かってますね。前半、
前半置いたらきついでしょみたいなのが、なんか相手のこの人の中でありますね。で、僕も本当にそれが辛いみたいな感じですね、今。やべ。なんか、ワンパンされる、ワンパンされる。やべやべ。え、待って。うわー、そんな感じに終わる？簡単に。なんか、分かってますね。前半クロスの受けがちょっときついっていうのを、なんかバレてますね。そう、後半に入ったら、うわー。よいしょ。結構受けれるって受けれるんですけど、危ねえ、痛え。これ、もう一本折られた瞬間負けなんでね、耐えるしかないですね。耐えれば全然チャンスありますね。そう。低めテスラか。いや、これ行くか悩むな。まあ、行っていいっすね。行って、ロケ来る。多分、ナイトが低めに来る。ナイトが来る。そしたらワンチャンある。え？あるよね、これ。買ってくれ？なんなら。なんなら買ったよね。しかもこれザップって。え？来た来た来た。でけえでけえでけえ。しかも、このザップバーン。パチコン。うえー、来た来た来た。え？来た、待って。橋前メガナイトとロケットのタイミングが若干かぶったのもでかいし、なんか言う、ちゃんとね、ナイト突進来るだろうの、言うのの突進もあって、え？ちょっと待って、これめちゃくちゃでかいっすね。めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかいな。相手がボーイクロスを置いてないのにロケット打ったんですよね。あれ？置いてたっけ？置いてないっすよね。そう、テスラ置いてるからってロケット打ったんですよ。あれがボーイクロスからの、なんかボーイクロスも置いてのロケットだったらやばかったですけど、いや、でかい。33位。マジ？ちょっと来ましたね。というわけで、まあ今日ちょっと一旦終わりますか。まあこの後編かね、またマルチとか多分ね、撮るんでね。ぜひね、その動画を見てください。チャンネル登録ね、今結構、あとちょっとね、12万人かな、行くんで、チャンネル登録してない方はぜひね、してもらえると本当に嬉しいです。お願いします。と言ったところで、終わります。お疲れちゃんでした。バイバイ。